おです。いやいや、満身創痍。いや本当にね、両国くんどうしたと、このスケジュールは。ちょっと どうしたってやっぱり言っちゃいましたもん、僕両国くんに。両国くん、このスケジュールは一体って。いやもうね、すごいですね、今週、先週から。両国パズル半端じゃなかったですね、今日も。今日も凄まじかったですね。大したもんすよ。よくつくなとか、よくこの現場につくな、ちゃんとね、ぴったしつくんですよ。ノータイムで。いや大したもんすよ、あのパズル。あれ両国くんにしかできないですよ。結果僕ヘッドヘド。パズルの結果、いやすごいっすよ、さすが。もうね、今日大阪だったんですけど、たまたま俺たまたま大阪行けた気がするもん。そのもう意識の中、あの意識の中、朝なんとなく東京駅着いてて、気づいたら大阪行った気がしますね。半分寝てましたね僕朝。今日大阪で朝が用意ドンっていう朝の番組出まして、そっからラジオ2発行って、マルコポロリ出て帰ってきて、クリスタルジム配信やって、今ここについてるんですけど、何も覚えてないです。もう用意ドンが今日だったと思えないです。いや本当働いてますわ、日々働いておりますね。もう何も喋れない。何も頭回ってない今本当に。喋ってるだけ今。休みないよ、あるわけもなく。今年も納税で、確かにもう納税人間。あ、かのこさん1000円ありがとう。本当にもう本当申し訳ない。今日本当申し訳ないけど、その1000円も多分もうすぐ忘れてると思う。このスパチャも配信終わって、そのぐらい今意識が朦朧として髪伸びたね、確かに。結構慣れてきたし、俺あの先週言ったっけ、あの歯科矯正、歯列矯正で、あのもう上の歯が裏側矯正始まって、全然ラレルラは言えないっていう状態なんですけど、ちょっとだけね言えるようになってきたんですけど。よっしゃー、あ、なんか煽ってるやついるな。今日倒しがいないな。おー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 おお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 言うね。いやまあでも、働いてますわ。あともうちょっとだけ忙しかったらね、倒れれんのになっていう、ギリギリのところをまた保ってくれてるこの両国くんの采配。寝てないけど、一応新幹線は確かに休めてるかみたいなので、かろうじて生きてるみたいなところありますよね。すごいバランスで今力が入んないんです今本当に。明日も早いですね、最近ずっと早くて。働いてますね本当に。お金たくさんもらって、お金たくさんもらって、本当にお金たくさんあるんですよね。使うとこがないですね。いや、使おうと思えば使えるんですよ、もちろん。でもその性格上ね、その無駄な買い物っていうか、まあ欲しいものはないからね。だからその俺が思うに、本当吉本がすごい俺にお金出してくれるんだったら、別に俺全然いらないお金なんて。だって税金がかかるだけだから、だって経由してるせいで税金取られてるんだから。吉本が直で金出してくれたら、何かやりたいって言った時に、ふるさと納税もしないと。免許ないのにランボルギーニ買いました、買いましょう。車がね、もう本当に興味ないんですよね。持ってないです、原付き、郵便局。
いや、バイクも興味ないな。まあ、クリスタルジムのお金一銭も入ってないっていうか、俺がパーソナル、なんか俺がなんかちょっとオンライン、ズームオンライントレーニングとかやってチケット売れた分は普通の他の芸人さんと同じようにもらってるだけで、クリスタルジムの経営のお金は別に一銭ももらってないです、僕は。名前貸しなんでほとんど。吉本が経営してます。じゃあお金使おうと思えば使いますよ。じゃあクリスタルジム引っ越して新宿の中心で経営とかできたらいいですけど、それもなんか俺の金で行く場合、税金で吉本から直で行った方がいいじゃないですか。なんで俺経由してんだろう予算をっていう。アスカルさんありがとう、1220円。休みたいね、ゆっくりね。野田系が落ち着けばいいんだけど、11月まで落ち着かないんですよ。まだまだアップデートがありますんで。でちょっと大会に向けて、あと東京ゲームショーもありますし、あとうん、野田ゲージャドバ大会が行う予定ですので、近々それのちょっと会議とかもありまして、何で忙しいんだろう。ちょっと待ってね、俺今何で忙しいんだ。まあ、野田ゲーは、でも野田ゲーは発売される前の方が忙しいんですよ、そりゃ。まあ、今も開発中ですけど、思い出せないんだよな。まあ、24時間テレビがあったか。なんだろう、なんか、わかんない。見ても、スケジュール。応援団の練習とかもあったしね。まあでもあれもサクッと終わったけど。次は610円、ありがとう。あ、桜井正宏さんね、 YouTube 配信始めたね。もっとさ、野田ゲーをさ、いろんな YouTuber の方が配信してくれてるんですよ。すごい、もう俺なんかよりも全然登録者数多いような人が配信してるんですけど、だからもっとあれ、俺みたいにそのオンライン対戦やってほしいですよね、ユーザーと。すごい盛り上がるから、それ用に作ったのとこもあるしね。じゃあとか言ってるからね、しばこうか。疲れてるけどね、疲れてるっていうのもあるけどね、アドバンテージ。